それで、まだそんなに英語の文法とか分かってないから、その意味も大事だけど、その言葉どう使うかっていう、その、そういうことの説明も詳しい、ものがいいということであれば、この、僕が好きなのはこのコンパスローズ英和辞典。コンパスローズ英和辞典、読むに聞く語のイメージ。語義のマッピング。書くに聞く語のイメージ。コロケーション。聞くに聞く。音を聞き分ける。イメージで意味を瞬間把握。話すに聞く語のイメージ。ポライトネス。単語力アップに聞く語根で覚えよう。語義のマッピング。